よせ。どこ行くんだ。忘れてるの。今日は狩り場のおじさんのご命日よ。忘れるわけやねえよ。じゃあこれから私と一緒に行きましょうよ。ほらな、花なんかにもうちっといいものをご仏前に備えるつもりよ。そう、狩り場のおばさんきっと喜んでくれるわ。ああ、笑い顔が目に浮かぶぜ。おばさん、私です。お邪魔します。あ、お母ちゃんかい。お花さんよ。どうしたんですか、こんなところに一人で。今日はおじさんのご命日だっていうのに。いろいろ昔のことを思い出していたのよ。うちの人が死んだ後のことをいろいろとね。もう私はね、修羅場をくぐり抜けていくのはもう嫌になっちまってね。すいません、兄さんがご心配ばっかりかけて。まずいのかい。いや、あの子は昔は気のつく優しいいい子だったんだよ。でも今日はさすがに昔に帰ったと見えて、おじさんのご仏殿になんだかとってもいいものをお供えするんですって。え、松五郎が。そうか。親殿、おかしな客人が参りました。あんまなんですか。私、あんまさん頼んだ覚えないよ。え、それなんでも今日は大親分のご命日のはずだから、お線香をあげさせていただきたいって。体中旅の誇りにまみれた薄汚い格好で。追い返しましょうか。待って。あ、いっつぁんだ。いっつぁんだよ、それ。おどなたがお供えしたか知らないが、この水仙の匂い、いい匂いですね。いっつぁん、覚えていなさるかね。ええ、隣の町の松林に、いつもほらピーピー泣いてた赤ちゃんがいたでしょ。あのおたえちゃんとか言ったお嬢さん。よく昔あのおしめを私はあの変えたもんでございます。いやだ。おたえさんですか。はい、すいません、私一さんのことちっとも覚えてないんです。そう、そりゃ赤ん坊の頃のことを覚えてる人あるやしません。でももう立派な娘さんにおなりになったんでしょうね。あの、今からおしめを変えるってわけにはいきませんか。だからお互いの年にはいくはずよね。おばさん、私お茶入れますよ。本当に久しぶりだな。本当ね。おかえさん、あの、今日は一つゆっくり肩をつかまらさせてやっておくのよ。いっつぁん、そんなことしなくていいんだよ。あんた今日は旅の疲れをゆっくりとんなさいよ。そんなことおっしゃる。ちょっと触らせてやっておくのよ。すいませんね。ああ、本当にこれは久しぶりでございました ね、はい、ね。もうあの頃こちらの親分さんと松林の貸元の肩さえつかまってりゃもう一年食いっぱぐらいはなかったんですから。まあ、随分可愛がってもらって本当に。あの子ら本当に良かったよね。いい、うちの人と松林とが仲が良くってね。いい、兄弟分の杯をして。それだけじゃなかったよね。
まあお互いの子供たちには他人の飯を食わさなきゃいけないってんで、うちの子は松葉へ、松葉へのせがれはうちへ。本当によかったよね、あの頃は。でもお二方とも立派にお育ちになったんでございましょうね。いや、それがうちの康介の方がね、あの子はまあ堅気にした方がいいだろうってんでね、今じゃ江戸の方へ飾り職人の見習いに行ってるんですよ。それはよくなんすね。きっと立派な職人さんだってお戻りになるんじゃないか。ならいいんですがね。であの松葉屋さんの方の若、あの方どうなさいました？あの子はね、私がこの道で食えるようにみっちり仕込んだんですがね。ものにならなかったんですか？それが大きく育ちすぎてね。私ね、いっつぁんはっきり言ったらもうこの一家を早く潰したいんですよ。そして康介が帰ったらあの子と一緒にさせて、どんな貧乏所帯でもいい、堅気で暮らしたいんですよ。おいおい、おいは大変だ。大きな声を出さないでちょうだい。今日はどんな日だか分かってるんでしょ。主人、ちょっとごめんなさいよ。誰がやったか分かんないんですよ。分かってるじゃないか。え？その仏さんの胸に刺したあの空なんだい。ああ、松丸やろ、あの野郎。これが今日の命日のお供え物だったのかね。次はおめえの番だ。逃げ切ったら見逃してやる。なぜ？小勢！俺は人間だ！獣の真似をさせるたまるけ！さあ、撃て撃てよ、ほら！よし、バカ野郎！逃げねえ奴を殺す奴があるかい？おい。帰ったらな、狩り場のおふくろさんへ、いい加減に縄張りをそっくり渡しなってそう言っとけ。おめえ、いい根性してるって褒めてやりてえが、しょんべん漏らしてんじゃねえか。杯を返させておくんなさい。親分、達治の気持ちを持っとくなんて、それは松五郎の野郎はガキの時分に親分が引き取ってこの道の裏表を仕込んだ我が子同然の間柄かもしれません。しかしあの野郎をのさばしたんじゃ示しがつきません。家業の恥を返さなきゃうちの一家は笑い者になるだけですぜ。親分、親分の腹の底を打ち明けちゃもらえませんか。お前たちはね、私にとって我が子同様に可愛いんだよ。みんな大事に親御さんから預かった子だからね。だからお前たちに間違いがないように私は毎日祈ってんだよ。しかし
このままじゃ死人が増えるばっかしですぜ。だからこの一家を早く潰しゃいいんだよ。私はね、今日からでも足を洗いたいんだよ。でもね、今うちがのれんを下ろしたら、この町は松五郎一家のものになる。あの子は育ちすぎて暴れ犬になった。この町をあの暴れ犬に任しておくことはできないからね。でもね、杯を返したいという者には喜んで返してもらいますよ。一人でも多く仇になった方がいいんだからね。だからそんなことは遠慮しないで申し出てちょうだいよ。ね、いいからさ。いいかい、これだけは言っとくよ。これから仇になる者にみんな恨みを持っちゃいけないよ。それからお前さんね、お前さんこれから何をしようと勝手だけども、間違ってもサイコロだけは握っちゃ承知しないよ。はい。あ、それからもう一つ、これから往来で私と会っても挨拶なんかしちゃいけないよ。挨拶もしちゃいけないんですか。当たり前じゃないか。何のためにお前仇になったんだい。そうだろ。お前はね、堂々とこれからお天道様の下を歩けるんだよ。こっちは裏街道しか歩けないんだからね。しかし挨拶ぐらい。お名前他にないかい。仇になる元ではどんな無理をしてでも私が何とかするから、さ名乗り出ておくれよ。ねえ。いやあ、市さんと酒を酌み交わせるなんて夢みてえだぜ。私はただあの先代のご位牌を拝ましていただいたのもじきにおいとまするつもりでいたんでございます。市さん、私の手料理お口に合わないんでしょうか。この料理お妙さん。はい。どうりでうめえと思った。お妙はな、康介が帰ってきたら食わせよってんで台所にこもりっきりでな。へえ。お妙、おめえ今からそんなにぬかみそくさくなったら康介に嫌われるぞ。いくらぬかみそくさくたって康介さんはきっと私の手料理喜んで食べてくれるわね、一さん。はい、こんなうめえ料理江戸でも食えやしません。康介はな、江戸の水で磨き抜かれた女たちを毎日眺めてるんだ。お前の顔なんかもう忘れちまったら。また始まったわね。え、市さん、兄さんたらね、いつもこうやって私をいじめるんですよ。いや、それはもうお妙さんのこと可愛くて可愛くてしょうがねえから、たまにはそういじめたくなるんですよ。お、市さんいつから八景見るようになったんだい。え、いっさんに会っちゃかなわねえな。昔こんなことありましたね。あのまだ赤ん坊だった頃のお妙さんが確かはしかを患った時でしたがね、もうだいぶ悪くなった時に、当時こちらへ引き取られていた狩り場の康介さんが急に表へぼわっと飛び出していったんで、もうどこ行ったのかと思ったらんだ。ほら、神社へお百度を踏みに。それを聞いた松五郎さんも神社へバーッとぶっ飛んでって二人並んでこうお百度を踏みましたね。うんうんうん、覚えてる覚えてる。何たって二方とも負けず嫌いだから、神社と鳥居の間をこう行ったり来たり行ったり来たりして、しめいにほらお二人とも顔を真っ赤かにしてこうぶっ倒れたじゃあるじゃねえか。ああ、いいさんよ。はい。それ違うぜ。二人がぶっ倒れた時の面、真っ赤じゃなかったんだよ。真っ青だったんだよ。
おめえさんたち松林の身内かい。はい。気をつけたものを言え。ここは松林の縄張りのうちだ。口の利き方に気をつけねえと火傷するぜ。おめえさんたちの方は火傷じゃすんね。何？ここじゃお素人衆が迷惑する。表へ出ろ。この野郎。おめえさんたちの中に女房もちゃいるかい。いるが、それがどうしたい。よし、おめえだけは見逃してやる。ふざけんなよ。おい、松九郎にそう言っとけ。そのうちに挨拶に行くってな。そうかい。狩り場のお風呂さんもとうとうしびれ切らして腕の立つ助っ人でも雇いやがったな。だから面白くなってきたぜ。思うつぼだ。親分、ごめんなさい。待て。てめえ一人で殴り込み行こうってのか。ええ。俺は許さない。親分、わしに死ぬ場所を与えてくんなさい。ああ、待て。これはな、縄張りが絡んでる話なんだ。てめえ一人のことじゃねえんだ。一旦申し訳ねえ。つまらないことを耳に入れちまって。へい。おう、おたえ、その辺までお見送りしな。一さん。じゃあ、私はこれで。おい、紙と硯持ってきな。喧嘩状ぶつけてやるんだ。どこの馬の骨だか知らねえが、よくもうちの身内を切ってくれたもんじゃねえか。おっかさん、康介ただいま戻りやした。あっしがこうして帰ってからには松五郎に指一本触れさせやしません。おっかさん、これからたっぷり親孝行しますぜ。このバカ野郎。誰がお前にヤクザになってくれと頼んだんだよ。お前がね、肩着姿で帰ってくるの、私は生きがいに待ってたんだよ。それにその姿は何だい。これは一体何だい。久しぶりにほっぺたぶん殴られて、ガキの時分に折檻された味を思い出しました。おかげさまでやっと自分の家に帰れたような気分になりました。おい、みんな、今日から俺が後目だ。承知のやつはそういな。とんでもねえ。岡旦那、あっしら口で言えねえほど嬉しいんでさ。松五郎に殺された身内もさぞかしクソ馬の陰で。まあ、よろしく頼むぜ。康介さん。お妙ちゃん、お前がヤクザになって帰ってお妙ちゃんがどのくらい喜んでるか聞いてごらんよ。まず、たずその姿は。カエルの子はカエルよ。お妙ちゃん、お前だって二親の血は引いてるはずだ。小助さん、お帰りなさいまし。誰だおめえさん。ええ、いっさん。ええ、雑踏のいっさんじゃねえか。お久しぶりでございました。いや、これありがてえ。いっさんがうちにわらじ脱いでておくなされた百人力だ。情けないね。助っ人を心頼みにするようじゃヤクザでも一人前になってないね。俺はいっさんに懐かしいからそう言ってまでよ。いっさん、気を悪くしねえでおくなせよ。ごめんなさい、ごめんなさい。確かに。おかしいね、今頃松五郎が喧嘩状を起こすなんて。お前たちの中で誰か松林といざこざ起こしたもいんのかい。あっしら
親分の言いつけ通り、今までどんな入院を飲まされてもぐっとこらえてみました。分かってるよ。だからこんなものもらうわけが下せないんだよ。おっかさん、それは俺が火をつけたんだ。なんだって？来る途中町の様子調べたら、あんまり松五郎がのさばりけってるんで、ちょいと。お前はね、私の苦労、私の苦労、水の泡にしたんだよ。分かってんのかい？おっかさん、この喧嘩状俺一人で受ける。何も心配いらねえ。おっかさんの長い間のご心痛、俺は3日で型をつけてみせますぜ。おめえらも手出しは無用だ。康介さん、仇になってお願い、仇になってください。私はね、毎日毎日千人峠の上で待ってたのよ。それなのに。お大ちゃん、お大ちゃんこそ頼むからヤクザの女房になってくれ。そっちこそ首を縦に振ってくれりゃ丸く収まるんだ。俺だってお大社に会うのをどんなに楽しみにしていたか。じゃあ私と一緒にこの町を逃げてね。分かっちゃいねえんだな。ちょいと物を尋ねるがね、元狩場の身内で後藤家の身内になってる者がいると聞きやしたが。ああ、いるよ。ちょいと呼んできてくれませんかね。兄貴、おかげですか？誰だ、客人ってな。おめえさんたち、一度は足を洗ったそうだが。ああ、女親分さんは足たちにどこでも好きなところ行けって言ったのよ。そうか。その時もらった金はどうした？あんな金身につくわけがねえ。だろうな。おめえさん一体何だ？誰だと思う？なんだ？じゃねえか松五郎、おめえ俺の留守中に随分派手にやってくれたな。ああ、俺はおふくろさんに教わった通りやってるまでのことよ。おふくろさんがな、ヤクザってものは相手の隙を絶対に見逃しちゃならねえって教えてくれたんだい。だから俺は狩場一家は一人残らず叩きる。たん、おふくろさんはやらねえ。おふくろさんは切らねえが、他の奴はみんな死んでもらう。情けは無用って、これもおふくろさんに教わったのよ。俺も教わりたかったぜ。まあいいや、そんな話は後だ。今日はまず一杯やろうじゃないか。それにしてもよくやってくれたな。俺はな、お前がヘナヘナのペコペコしてばっかりいるすっかたぎになって戻るとばかり思ったんだ。俺もお前が元気に酒食らってる姿見られて嬉しいぜ。ところでおふくろさん、今度は腹をくくったらしいな。助っ人頼んだりしてよ。助っ人？ああ、ゆんべここで俺の身内を可愛がってくれたんだ。あれは俺だ。何？お前？何？こんな江戸土産よ。
お前だったのか。こりゃいい。いよいよ面白くなったぜ。よかった。いつまでも二人仲良くそうしててくれればいいのに。おたえ、ここはお前なんかの来る場所じゃねえ。おめえ、今でもおたえに惚れてんのか。じゃあ一緒になるつもりか。ああ。よしよし。一緒になれ。生きてたらな。生きてたらだぜ。兄さん、やめてよ。てめえ、黙ってろ。しかし、おめえさんが俺たちの祝言の席に座ってもらえないのは寂しいぜ、松本。康介さん。おめえさんとの話はあった。おめえさんの兄さんの首を切った後で、おめえさんが首を縦に振るか横に振るかだ。腹くくってきな。おたえ、これは男の話し合いなんだ。おめえもう帰れ。だって兄さん。いいから向こう行ってろ。悪くなさらないでもらえやし。何よ。おたえさんがあんまり帰れそうなもんでございますから。ああ、おたえのことかね。そのことなら先は言わないでも分かってますよ。いつぞやお話しくださいました、一家を潰すっていう気持ち、あれはまだお変わりになっちゃおりませんか。変わるどころか強まるばっかりですよ。本当に悪いことになってきましたね。あいつはちょっといいの。ありがとう。今のおやむさんがお目になりました。おばさんが。はい。珍しいこともあるもんだな。おばさん。よ、おふくろさん。よく来てくれたな。俺、あいにくとこれから知り合いの法事があってな。だけど、どういう風の吹き回しだい。おふくろさん。それは無理ってもんだぜ。俺を殺そうなんて、年寄りの冷や水はやめときなよ。お前さんが康介を殺しても縄張りは渡さないよ。ふーん、やっぱり我が子は可愛いと見えるな。違う。お前みたいな暴れ犬にこの町は任しておかれないんだよ。だって俺をそういうふうに育てたのはおふくろさんだぜ。どうしても縄張りが欲しいんなら私を殺すんだね。これだけはっきり言っとくよ。あ、ちょっと待ってくれよ。俺はおふくろさんにだけは歯向かわねえって前から言ってるだろ。よし、俺は出かけんのやめにするからゆっくりしてってくれよ。おばさん待って、お願いしたいものがあるんです。これを康介さんにあげてください。おたえちゃん、ありがとう。確かに預かりますよ。でもね、この話の片がつくまでしばらく会いませんよ。
羽織、何ぼやぼやしてるんで。俺は腹に据えかねてるんで、うちの親分は狩場のババにからっきし頭が上がんねえ。冗談じゃねえぜ。あんなババアな、人ひねりで押しつぶせるのによ。あのババアさえいなけりゃ、うちの親分は怖いものなしなんだ。兄貴、いっそ俺たちの手で。うん、おい、へえ、これはどうも。なんだよ、こんな肩に向きなやぶなしたて俺には向かねえよ。お前ね、それは誰が塗ったと思ってんだい。おたえちゃんだよ。そりゃ野暮な肩に向くかもしれない。でもね、一針一針おたえちゃんがどんな気持ちで塗ったか少しはかみしめてごらんよ。神田神田、エビセブロンから逃げられたぞ。おい、みんな肩木の主に5分返すのはこんな時だよ。みんなしっかり消しとれ。もし、狩り場の親分さん、お命頂戴しますぜ。お前さんたち、俺はどういうわけだ。何かい、片木さんの家へ火をつけておいて、その隙に殴り込みをかけようなんて、そんな卑怯な手は、私は松五郎に教えてないよ。帰って松五郎にそう言っとけ。どうぞ。来てやられるのか、お前。やるためにこんだけゴロゴロ来たんだろ。切らないのかよ。いや、切れるようにしてやら。お前さん、余計なことしておくれだったね。私はね、切られるつもりでいたんですよ。私が死ねばね、松五郎も康介もおとなしくなってくれるかもしれませんからね。あ、松五郎、ぜえ、てめえらそこにいる。お待ちやせ。お待ちやめ。出てろ。おすけ、何のつもりだ。しらばくれんな。汚い手を使いやって子分にやらしたくせに。俺の身内が？とぼけんのもいい加減にしろ。そうか、俺がやらしたんだ。表へ出ろ。今けじめつけてやる。俺はおめえと差しで勝負がしてんな。お待ち。どうしてもやり合うんなら、私を片付けてからおやりよ。おふくろさん、ヤクザてめえの島を守るためには身内でもぶった切れ。そう教えたのはおふくろさんだぜ。前の二代だ。ちょっとお待ちください。お前さんがどうでもこのおふくろさんに歯向かうってと、あっしもお前さんに歯向かわなくちゃなりません。もうこの喧嘩ほらで
水に流した方がいいんじゃございませんか。そうかい。座頭市だろうと何だろうと結構だ。おめえが一命噛んだとなると、それだけこの喧嘩は面白くなる。何も見たかねえや。見せろ。やっぱり狩場のババア叩き殺さなきゃ親分の目は覚めねえな。しかし向こうには打倒市。うん、まずそれだ。市を始末すりゃそれだけうちの一家を売り出せるぜ。兄貴、打倒市が神社の方に向かってますぜ。何？加勢を頼んだりしやがって。何？江戸で男を磨いたそうだが、おめえはその程度の男だったのか。ふざけるな。俺は一茶に頼んだ覚えなんかねえ。そんな男だと思うか。そうか。じゃあ俺とおめえは五分五分だな。そうだ。差しでけじめつける時は来たようだな。よかろう。Yeah!
やこしき立て。てめえガキの自分から俺にはかなわなかったな。立て。男なら立ってみろ。松五郎、ガキの時こうした覚えがあるぜ。ああ、竹の棒切りでな。小助、遠慮は無用だ。来てこい。てめえこそどうした。来てこい。お育てなすったお二人は男らしく話をつけましたよ。あの子たちはどうなりました。松五郎さんは死にました。康介はそのままわらじをお履きなさいました。これで当分この宿場にはヤクザ同士の揉め事は起きません。これでよかったんですね。これでいいんですよ。いいんですよ。でも私は一人ぼっちになってしまったんですね。私は康介さんと帰りを毎日毎日待ち暮らしていた時の方が一番幸せでした。
3年経ったら必ず私を迎えに来てくれる。恋人のため釈夫に身を沈めた女は固く信じていた。優しいその心根に一はなぜか心を惹かれる。その日恋人は宿場にやってきた。しかし別の目的を持って。次回座頭市物語、湖に咲いたこぼれ花にご期待ください。